こんにちは。トワイライトドライビングスクールにようこそ。本校に入校を希望される方ですね。それでは、こちらの書類にお名前をご記入ください。はい、結構です。次に専攻する教習を選択してください。オートマ教習ですね。それでは、卒業までの一連の流れを簡単に説明させてもらいます。説明を聞きますか？まずこの後、入校にあたっての適正テストが終わったら、専攻学科を受けてもらい、その後、教習説明、技能教習という流れになっています。それ以降は卒業まで、学科、教習説明、技能教習の流れで教習は進んでいきますので、覚えておいてくださいね。次に、それぞれの項目についての説明をします。まずは学科教習。ここは道路交通法や運転中のマナーなど免許を取得するにあたってドライバーが必要とする知識を学ぶ場所です。運転技術が優れているだけでは免許を取得することはできません。ドライバーには道路を安全に走るための知識やお互いを思いやる気持ちが何より大切なんですよ。ですから、学科教習をないがしろにしたりしないで、しっかり真面目に受けてくださいね。次は、教習説明です。教習説明では、次の技能教習の教習内容についての説明が行われます。ここでの説明をしっかり聞いて、よく理解して、次の教習に挑んでくださいね。次は、技能教習です。技能教習では、実地訓練を通して普通自動車の運転技術を学びます。教習を担当する教官の指示に従って落ち着いて真剣に取り組んでくださいね。最後に自習室の説明をします。効果測定試験や仮免許取得試験、卒業検定試験を受けるにあたって学科の勉強を行うための部屋です。ここはいつでも好きな時に好きなだけ使うことができる。以上です。
車の運転に支障はありません。その調子で落ち着いて運転していきましょう。お疲れ様でした。頑張ってください。Thank you.
歩行者も自転車も交通規則は守らなければいけませんね。そうじゃないですよ。無免許の人、酒を飲んでる人。すごいですね。車種に応じた運転免許証が必要です。ちゃんと勉強したみたいですね。交通事故や故障者を見かけたら、積極的に協力しなければなりません。違います。運転は思いやりが大切。外れです。ポイ捨ては事故。そうじゃないですよ。自動車使用の本拠位置。ピンポーン。深く腰掛けないと運転。そうじゃないですよ。刑事上の責任では。違います。交通量が多いときは。お疲れ様でした。頑張ってください。第一段階最初の教習は、教習シミュレーターを使って普通自動車の運転に慣れてもらいます。私の指示に従って運転をしてください。それでは最初にシートベルトをしてください。次はエンジンをかけてみましょう。これで発進の準備が整いました。早速発進と行きたいところですが、ちょっと待ってください。その前にギアの説明をします。オートマティック車のギアにはパーキングレンジ、リバースレンジ、ニュートラルレンジ、ドライブレンジ、セカンドレンジ、ローレンジの6種類あります。パーキングレンジは駐車をするときなど完全に車を止めたいときに使用します。リバースレンジはバックをするときに使用します。ニュートラルレンジは停車をするときなど一時的に車を止めたいときなどに使用します。ドライブレンジは通常走行をするとき。セカンドレンジは急な上り坂や下り坂でエンジンブレーキを用いるためなどに使用します。ローレンジも急な上り坂や下り坂で使用します。それではいよいよ発進。まずはドライブレンジに入れてください。ドライブレンジに入れてください。次はハンドブレーキです。解除してください。オートマティック車の場合、ドライブレンジに入れるとクリープゲ。それでは、アクセルを使っての加速をやってみましょう。アクセルを踏むことによって、動力がタイヤに伝わり、車が前に移動します。アクセルは急に強く踏んだりせずに、徐々に軽く踏んでくださいね。エンジン回転が3000回転ぐらいになるところで維持してください。あ、強く踏みすぎですよ。はい、いいですよ。次はブレーキの説明をします。ブレーキは減速。ブレーキを上手に使うこと。ブレーキを踏むときもその際軽く何度かに分けて踏む。それではブレーキを使ってスムーズに止まってみてください。それでは最初にシートベルトをしてください。次はエンジンをかけてみましょう。ドライブレンジに入れてください。次はハンドブレーキです。解除してください。それではブレーキを使って停止線の前でスムーズに止まってみてください。ハンドルの説明をします。
ハンドルは車の左右移動を行うため、ハンドルを切るときは急に切ったりはしないで、徐々にゆっくりと行ってください。カーブを曲がる際は、ハンドルの回転角をカーブに合わせて調節します。それでは、実際にやってみてください。それでは、最初にシートベルトをしてください。次は、エンジンをかけてみましょう。ドライブレンジに入れてください。次は、ハンドブレーキです。解除してください。ハンドルを左に切ってください。左ですよ。左。ハンドルを左に切ってください。ハンドルを右に切ってください。はい、OK です。よくできました。第一協定は以上で終了です。以上で全ての説明が終了しました。お疲れ様でした。次からは本物の車に乗っての教習になりますから。お疲れ様でした。頑張ってください。黄色の矢印信号はすごいですね。正面の信号が青色になるまで待たなければなりません。交差するダメですね。正面の信号が青のと外れです。黄色の点滅は安全確認。いいえ、信号機の直残念でした。赤色の点滅残念でした。歩行者自転車ダメですね。警察官の手し、すごいですね。矢印の方向に、その通りです。安全を確認すれば、お疲れ様でした。頑張ってください。私が教官の本郷刑事だ。よろしく頼むぞ。
はよう。教習を始めるぞ。シートベルトを忘れるな。ちゃんとシートベルトをするんだぞ。ハンドブレーキを下ろせ。よーし、車を出せ。次をアクセルから足を離せ。安全確認を忘れるな。合図を出します。アクセルから足を離せ。キープレフト。スピードを落とすんだ。真面目にやれ。ハンドルをゆっくり右に回せ。アクセルから足を離せ。そのまままた少しアクセルを緩めろ。スピードを落とすんだ。やる気はあるのか？内側に注意しろ。右前をよく見るんだぞ。少しアクセル、スピードを落とすんだ。やる気はあるのか？ハンドルをゆっくり右に回せ。少しスピードを落とすんだ。やる気はあるのか？アクセルから足を離せ。ハンドルを戻せ。ハンドルをゆっくり右に回せ。少しアクセル、スピードを落とすんだ。やる気はあるのか？ゆっくりと減速する。アクセルから足を離せ。車庫に車を入れろ。合図を出せ。出し忘れたぞ。そこの車庫に駐車しろ。ハンドブレーキを引くんだぞ。パーキングレンジに入れろ。パーキングレンジに入れろ。教習終了。もう一度今の教習をやり直しだな。もう一度やり直しだな。おはよう。教習を始めるぞ。シートベルトを忘れるな。ちゃんとシートベルトをするんだぞ。ちゃんとシートベルトをするんだぞ。ゆっくりと発進させろ。アクセルから足を離せ。安全確認を忘れるな。キープレフトだ。ハンドルをゆっくり右に回せ。そのまままっすぐだ。内側に注意しろ。前をよく見るんだぞ。
ハンドルをゆっくり右に回せ。ハンドルをゆっくり右に回せ。ハンドルを戻せ。ハンドルをゆっくり右に回せ。ゆっくりと減速するんだ。アクセルから足でスピードを落とすんだ。やる気はあるのか？車庫に車を入れろ。合図を出せ。もう少し右だぞ。そこの車庫に駐車しろ。ハンドブレーキを引くんだぞ。パーキングレンジに入れろ。講習終了。なかなか良かったぞ。よし、合格だ。